ごめんなさい。いきなりどうしたのよ、ハク。私は、明日、月下ちゃんと戦う。きっと手加減なんてできないし、ひどい仕打ち、ひどい言葉、たくさんすると思う。それは、戦いなんだから仕方ないでしょ。でももしこの試合は月下ちゃんにとって大きい意味があるとするなら、この試合でもし、私が勝って月下ちゃんの夢や目標を壊してしまうのなら、私は、せっか様やパト君、シキ家のみんなに合わせる顔が、ないよ。この子、月下お姉ちゃんとメリアさんの約束を知らないのに、そこまでのことを考えてるんだ。多分、きっと真実を知るとハクは罪悪感で病んでしまうかもしれない。それでわざと負けたりして、そもそもおかしいのよ、こんなの。なんでハクが巻き込まれる？これは月下お姉ちゃんとメリアさんの問題じゃない？なんで関係ないハクが？ハクはそんなこと気にしなくていい。月下お姉ちゃんは一筋縄ではいかないわ。まずはあなたが月下お姉ちゃんに今までの経験や努力をぶつけなさい。はい。なら言っておくわ。もしこの試合で何か起きても私が絶対にフォローするわ。私を信じなさい。だからハクは全力で月下お姉ちゃんに挑んで、少しでも罪悪感なんか抱いて手を抜いたら絶好だから。そんな、せっか様。それくらい遠慮なく行きなさい。絶好なんてしないわよ。はい、わかりました。ハクの本気、楽しみにしてるから。旧騎紳士全滅、月下もう後がないよ。ハクの神格解放でステータス上昇させた。これでオーラ消耗のデメリットを少しでも緩和したと思うけど。とうとう会うてね、ハク、迷わないで、最後まで月下お姉ちゃんに挑んで。さあ、みんなの覚悟、絶対に無駄にしない。もう共鳴支配は使えない。創生支配、幸運支配、恩恵から支配、この3つで戦い抜く。覚悟はいい、月下ちゃん。いつでも。つらい。もうつかないわよ。もうさっきまでの能力は使えないはずじゃ。それで対抗できずにやられたら私は世界一の大間抜けでしょうが。創生支配。1秒だけでいい。1秒でも止まれば次の準備ができる。創生支配、月底花月。この光が当たる時のみ、私の思うがままの世界が適応する。ただし、それは願いとか願望ではなく、根拠のあるものでなければならない。確かにあの子たちの能力は使えないわ。浸水霊を使っても同じ。一時的に絶命していればその子の能力は使えても消費量は変わらないし、その子のオーラ量は加算されない。だけどあの子たちからもらった知識や情報は私自身にもらっている。私はそれを想定で最大限まで活用する。ハクちゃんは回避で時を使う。私がそれを認識するのに数秒のロスが生まれる。まずはそこを崩す。混沌支配、屈辱壁。創生支配、物質生成。自身の知っている構造を用いて物質を生成する。そこに独自の法則や能力を組み込むことも可能。何この光。この光ってるかけらは、能力反射鏡。光線系の能力がぶつかると光の運動同様の働きをする。つまり、一瞬にして反射を繰り返し、あたり一面その光線に包まれるってわけ。時空支配で空間把握ができるから余計にわかるわよね。回避不可能だって。時空で止めてみる。混沌で歪ませる。できるものならやってみろ。もうその2つは対策済みだ。防ぎきれない？これは。お、決めたね。やっぱり月下は創生支配を使ってる方が強いね。なるほど、あれが覚醒して生まれた力ですか。創生、物を作ることに特化した能力。共鳴支配、も悪くはないけど、それは創生がもっと仕上がってから、だよね、メリア。そうですね、ですが月下ちゃんがここまでの勝負を持ち込めたのは、共鳴支配の使い方を間違えなかったからです。依存ではなく、共闘、それなら文句なしです。どう？月下の評価はまだですよ、月下ちゃんにはまだ期待しているんです。もっとこの試合で期待を超えてもらわないと。メリアがそこまで期待してるなんてね、月下はよほどお気に入りなんだね。お気に入りだから期待内に収まってしまうのが悔しかったりする。もっと期待以上を求めてしまう。まあ、その考え方もわからなくはないけどね。そういえば月下また使うかな、ソピラノス愛。無理でしょう、あれは無意識に近いものですし、おそらく本人も自覚してないですよ。ですが期待はしちゃいますよね。月下ちゃんは月下ちゃんとは違う路線でポテンシャルがすごいですからね。鍛えたら神回でも一目置かれますよ、きっと。さっさと専属神にしたらいいのに。すごー、あれはハクもかなりまずいんじゃない？時を止めても逃げられない。さすが。あんな技があるなら最初から出せばよかったのにね。きっと今だから意味があるんだよ。例えば光線に耐性をつけさせるとか。時を止めた状態でも光線は動く。そういう耐性を組み込めばハクの回避率が0になる。あんなの初見しか通用しないだろうし、一発目が大事なのはわかるわ。まだ真っ白だけどどうなるんだろう。直撃だと。どうだろう、全体だからな、威力がどうあれ、あんな長時間だとどっちにしろ決着つきそうだけど。あ、光がなくなるわよ。どう、これで重傷を負ってくれると私も助かるのだけど。嘘。極幽眼も使い切った。もうあの攻撃を受けたらアウトだよ。白の極幽眼を使い切らせたか。極幽眼、全世界に存在する13種族の究極竜、その究極竜だけが持つ目、それはその竜の象徴を表す。白は白銀帝王竜、銀は混沌を象徴とする。オーラがあれば目だけで相手のオーラを乱したり、弱体化、能力を分散、方向転換、質変換などの芸当ができたはずだが、最初の方に使いすぎた。この目発動中は相手の耐久性や能力を乱せるから応用ほぼ無効化できてたのに、あの光線で全部乱反射してたら、あの目が消えてる。それに相当オーラを消費してる。かなり効果があったのは分かったわ。創世支配極水石、これは光を完全に吸収してしまう素材。それに加え衝撃も吸収する角度と材質を作り上げた私だけの物質よ。その術で自然支配雷銀、運が悪い。壊した素材がちょうど月下の前に。月下お姉ちゃん間一発だったね。でもあんなラッキーは続かないわよ。そうだな、白も自然支配を使い始めた。これは月下もまだ攻略できていない能力だ。厳しいぞ。創世支配ビルニトロフレーム、自然系は悪手だよ。月下ちゃん空間自然支配、何これ、嫌な予感がするわ。な、これが私が最も得意とする戦い方だよ。空間支配で空間にある物質を全て理解し、自然支配でそれらを全て操作する。さっきの月下ちゃんの出した炎もね。そしてこの力を私にまとうことで完全な防御ができる。敵様がいないなら自然支配も通用するはず。敵がいたら自然支配も完封できたのに、いやむしろ白もそれを分かってて今まで自然支配を使わなかったのね。結果、白のあのガード状態に突っ込んだよ。ダメよ、あれは本当に隙間がない。当たれば粉々よ。創世支配シャイニングレイ、嘘、貫通した。偶然だよ、これはそう簡単に抜けるものじゃ。なんで2度も、ありえない。すごいね、あれを2回も連続でくぐり抜けるなんて。あの光、特に大した効果ないよね。本当にあの防御壁をくぐり抜けるのは相当な確率です。凄まじい幸運、考えられるとすれば幸運支配を持っているってことかな。だとすれば白にとって相当厄介ですよ。どんな完璧なものを作っても運でそれを容易に超えられてしまう。白の努力も運で突破されるってことか。それは白にとってすごい屈辱だね。私の能力精度はこんなにひどかった。いや、オーラは少なくても精度は同じ。むしろ何度もこんなシチュエーションをイメージしてやってきたんだから。でも2度連続、これは私のミスだ。幸運支配、私も昨日あれに負けたんだよ。全部運でくぐり抜けてくるんだもん。少しの曖昧もダメ。可能性が少しでもあればそこを運でついてくる。私も昨日は自分の技の精度が落ちたんじゃってひどく混乱したよ。それは白にとってもかなり辛いな。自信があった技がうまくいかないと思い込んでしまう。想像以上にストレスだろうね。そうね、実力は今までを見る限り間違いなく白。証拠に何度も月下お姉ちゃんを倒してるし、今も倒せる機会があった。でもそれが運でミスになる。間違いなく倒せるのに倒せない。私なら自分の容量の悪さと運の悪さで自分の技が信用できなくなるわ。しかも白は月下の幸運支配を知らない。だからなおさら自分のミスだと勘違いしやすいよね。全てが悪循環。状況も月下お姉ちゃんの追い上げムード、全部が月下お姉ちゃんの好機。これは実力より精神的な勝負になるわよ、白。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。